皆さんこんにちは、ランキングキャットです。今回はゲームに登場する怖すぎるモンスタートップ10をご紹介します。第10位、レッドピラミッドシング。レッドピラミッドシングとはサイレントヒルシリーズに登場するクリーチャーです。デザインは作品によって多少異なりますが、筋肉隆々とした男性が巨大なピラミッド状の兜をかぶったような姿をしており、見た目のおどろおどろしさと強さを合わせ持ちます。第9位、青鬼。青鬼とはノープロップス氏制作のフリーゲームのタイトルおよび作中に登場する怪物の名称です。本作における敵で、敷地内の要所要所で突然現れる正体不明の存在となっており、プレイヤーを追いかけ回してくる怖いモンスターです。第8位、カルマッツォ。ドラゴンクエストモンスターズジョーカーのラスボスでバトル GP 協会会長のカルマッソが魔素を大量に浴び、モンスターへと豹変した姿になっています。ピンクの芋虫のような体に頭から手が生えているかなりグロテスクな外見をしており、怖いです。第7位、レイチェル。バイオハザードリベレーションズに登場するキャラクターの一人で、ウーズになりたてのためか異性が微妙に残っています。しかし叫び声とダメージを与えた時の悲痛な叫びはトラウマになる人もいたことでしょう。第6位、インヤン。 FF7 のプレイヤーに恐怖と絶望を与えた化け物ですね。FF7 の中盤ステージ、神羅屋敷の地下に存在する敵で、気持ち悪い見た目と絶望的な強さを誇り、 FF7 プレイヤーたちに恐怖と絶望を味わわせたトラウマモンスターです。第5位、太田智恵。太田智恵とはサイレン2の登場人物の一人ですが、登場時には人とは思えない姿で襲いかかります。顔に手足が生えたような気持ち悪くも恐ろしい見た目をしており、それが追っかけてくるのは非常に怖いシーンと言えるでしょう。第4位、ビクティム07+08。ビクティム07+08とはサイレントヒル4に登場するクリーチャーの一体です。その名の通り、ウォルター・サリバンに殺害された犠牲者であり、サイレントヒル2の中で言及されたウォルター・サリバンに殺されたロケイン兄弟の慣れの果てなのですが、動きの俊敏さが恐怖を倍増します。第3位、リーデット。ゼルダの伝説シリーズによく登場するモンスターです。ゾンビの姿をしていて、ゆっくりと歩いているのですが、敵が近づくと奇声を上げるとともに、敵を眼力で動けなくし、まとわりついて血を吸い体力を減らし続けるというモンスターとなっています。第2位、リヘナラドール。リヘナラドールとはバイオハザード4に登場するクリーチャーです。ブラーが応用実験の一環として一人の人間に複数の寄生体を寄生させることで誕生した怪物で、体の欠損箇所を短時間で修復できるという能力を持っているので、倒すのに苦労します。第1位、クリッカー。ライトオブアスを代表するクリーチャーです。すくすく育った菌のせいで頭部の形状はめちゃくちゃになっており、むき出しの歯が並ぶ口だけは残っていて、感染どころか噛み殺しにかかってきます。このキャラクターに噛まれると即死というシビアなモンスターでもあります。ご視聴ありがとうございました。これからも私がおすすめするランキングをアップしていきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。